RS-84 ロケットエンジンは、ロケット代印社で開発が計画されたアメリカにとって、初となる、炭化水素を燃料とする再使用型2段、燃焼サイクルの液体燃料、ロケットエンジンである。対照的に、ソビエト連邦では1980年代にすでに、エネルギアロケット用として、炭化水素燃料の RD-170、再使用型エンジンを開発していた。 コンステレーション計画に集中するため開発計画は2004年に中止された。当初の予定では2007年末に実物大の試験を実施する予定だった。液体水素と比較して高密度の炭化水素を燃料とするのでタンクを小型化でき、必水力は低いが大水力を得られる。重点や取り扱いの容易な炭化水素を燃料とするので、 極低温を維持しなければならない液体水素よりも総合的な経費が大幅に削減できることが期待された。安全性と信頼性と運用費用の低廉化を両立するエンジンに仕上がる予定だった。スペースローンチイニシアティブファクトシート。NASA2009 年5月1日閲覧。RS-84 ロケットエンジンオーバービュー。 ロックトダイン2009年4月3日閲覧ありがとうございます。